今までの目黒蓮さんと、まあ、いろんな方の愛称を占った中では、まあ、この方の関係性が一番いい感じですね。皆さんこんこにちはサラです今日もリクエストいただいた「目黒蓮さんと岡崎紗恵さんの恋愛運を占ってほしいです」っていうね 目黒蓮さんはもう今まで本当にたくさんの人との関係性にてて、ね、ただ私この岡崎崔さんという方はもう全然知らないんですよちょっとその方を調べないとわからないんですが、えー、まず目黒蓮さんは水が座で誕生数が8、えー、水が座の人は人の意見に振り回されない自分の人生観を持つ人 どんなタイプの相手に対してもフレンドリーに接する博愛精神の持ち主差別やいじめを嫌う人ただし人との距離は一定の距離を保ちたいと思うところがある人誕生数8はキーワードにプロフェッショナル成功実行力マネーというキーワードがあります優れた采配と緻密な計画で現実的成功へ導く 厳格で有能な指揮官タイプの人まあ自分自身をもう成功へ導く力がある人まあ今ね大活躍している大谷翔平さんもそうですけどね物質的な成功と権威を得られると正義感が強く正直な人で岡崎紗恵さんはサソリ座で誕生数が1。 えー、サソリ座の人は物事の憶測に隠された心理や物事に対しての洞察力に優れた能力がある人そして並外れた集中力を持っているで、まあ、完璧で官能的で他の人を誘惑し虜にするためならどんな努力でもする情熱のある人、えー、で誕生数1先駆け開拓者リーダー 自立心行動力というキーワーワドがあります自分自身を限りなく高めていくため新たな道を切り開こうとするパイオニア自立心決断力行動力はとても優れている人えと目黒レンさんはもう今までもねよくしてるんで SnowMan、えー、のメンバーですねで中学2年生の時からジャニーズ事務所に入ってスノーマンとして今活躍されていますね なんかあの o w m a まの中でも特に忙しい方なのかなっていうイメージですねこの方は。で「岡崎紗さんとは教場」っていうドラマで共演されて、えー、と妊娠したっていうその関係性妊娠させたのが目黒蓮さんっていうそういう関係性の設定だったんですね。 でいろいろと岡崎佐恵さんが匂わせをしてきたっていうことでファンの方はやきもきしてるっていうまあそれで合ってますでしょうかね <laughs> 私がちょっとネット調べた限りではああなるほど匂わせをされてたんだなというそんな印象なんですけれども、えー、っと岡崎佐恵さんはこの方は2012年にセブンティーンの専属モデルになられたっていうことですね。 2012年ということはこの人が17歳の時ああまあそっかセブンティーンだからね17歳ですねで2015年の4月をもって専属モデルを卒業してでその後に女優として活動を開始しているってことですねえー、2016年に「あげばとうとし」2017年には3期連続で「嫌われる勇気人は見た目が100%僕たちがやりました」 そして2018年には「ブラックペアンと次々に話題作に出演して存在感を発揮し一躍注目を集めたって書いてますねで2020年1月公開の映画「メロー」では映画において初のヒロイン役を演じた2021年には「教場2」にメインキャストおよび主要メンバーとして出演した 2022年1月期放送の浜辺美波主演のドラマ「ドクターホワイト」に出演することが決まり役作りのために「教城2」以来約1年ぶりに髪を1 0ンチほど切ったで去年の4月放送の「花嫁未満エスケープ」でテレビドラマ初主演を務めるでまあいろいろと活躍をされてるようですねでも私は全然知らないんですこの方を。 岡崎紗英さんね。まあ、あの綺麗な方ですね。で、これであのまあ、目黒蓮さんと岡崎紗英さんのまあ、恋愛運というか、う関係性とかね。これからっていうのを見ていこうかなと思います。まあ、目黒蓮さんはね。もう今までも何人もの人との関係性を占ってきてて、まあ、まあ、なんかそのたんびに私はあのあんまりね。恋愛をし,しようとしてないように感じてたんですよね。 忙しいしこうまあ、自分の一人の時間を持ちたいと思ってらっしゃる面が強いんじゃないかなと思ってたんですね。まあ,あの目、黒蓮さんと岡崎紗英さんの関係性と今後を見ていきたいと思います。 はい、見ていきます。うん。うん。まあ。こういう展開です。はい、ええー、目黒蓮さんと。 岡崎紗さんの関係性と今後を展開してみましたうん私がさっき言ったのと全く違って意外なな展開になったんですよねもう位一がずっと続いてで仕事が忙しいけれども将来見据えてるようなねそういうカードの展開なんですよ。まあ1枚ずついくと、まあ、力のカードは力の女性、まあ、女性なんですけどビジョンがはっきりあって。 でで長期的にいい人間関係を築いていけるような相手っていうそして世界のカードなんでまあ先のことも考えた関係性をもしかしたらこの2人は今築いていってるんじゃないかなっていうような感じがするんですよね。まあ、ルマットもも純純粋にに恋ししてるるととかね純愛とかねね愛そんな風にも感じるし まただこの、ね、手品師、ね、はまあ仕事が忙しすぎるっていうことだと思うんですけど、まあ、それをいろいろ調整した後には家庭を持ったりね、まあ、タイミングを見て将来のことを考えたいという気持ちを持ってるんじゃないかっていうのが今日のこのねカードから感じられるんですね。うん、今までののさんと、まあ、いろんとな方の 相性を占った中では、まあ、この方の関係性が一番いい感じですね。なんかいや事実はわからないですよ。まあ、これもあくまでもタロットですし、エンタメとして聞いてもらったらいいんですけど。まあ、本当にお付き合いしてるのかどうかはわからないけれど、もしお付き合いしてるとするならば、まあ、真剣に将来のことも考えてる関係。なん のかもしれないなっていうのが、今日のこのカードの展開から感じられますね。うんまあ、年上の人で頼りがいがあるのかなっていう気もしますね。まあ、女性が力強いっていうね。このカードも出てるので。いや、ちょっと今までのあのー、目、黒蓮さんのとはちょっと違う。今日のこのカードの展開だなと思いました。まあ、あくまでもタロット占いなので事実ではないです。 エンターテインメントとして楽しんでくださったらと思いますということで今日は目黒蓮さんと岡崎沙耶さんの関係性と今後をタロットで占ってみましたチャンネル登録、グッドボタン、コメントまたリクエストがあればお寄せください